こんにちは、しげしげです。ガイノート降臨をクローズコラボの花木と、ブリーチコラボの山本の組み合わせでやっていきたいと思います。はい、何回かこのパーティー使ってるんですけど、基本的にはというか列で攻撃していきます。はい、でレベルもねすぐ上がっていくので、もう本当にすぐ効果力を出していけるパーティーになっております。特にね左から2番目の迫田さんは銀枠なので、コストもねこのパーティーの中でも一番低いので、すぐレベルがマックスになります。でいかにねヒドロップを供給していくかがポイントなので、その辺もね考えながらやっていきましょう。でここは椿がダブルキラーで貫通できるので、まあ適当に消していってあげましょう。はい、ここは属性的にも有利なので、はい、問題なく抜けるかと思います。で欠損しちゃったので、まあ山本使っていきましょう。はい、で無駄消ししないように気をつけてください。でここですね、迫田のスキルで抜いていきます。で闇を火に変換してくれるので、またドロップが供給できるといった非常に優秀なスキルです。でここで遅延を使って威嚇を打って、はい、少しね覚醒無効が切れるまで適当に消していきます。はい、でここで割合回復が使えるようになってますので、回復してあげて、はい、抜いていきます。この次ですね、ボスが先制で下から2段目を、火の列組んでくれますので、はい、さっきのところでがっつり消しちゃっても大丈夫です。はい、でまあ盤面にある火をつなげてあげて、こんな感じでサクッと倒せます。でボスの進化後ですね、余ってるスキルを使って倒していきましょう。まあ高倍率なのと、あと椿がいることによってねかなり倒しやすくなっておりますので、そんなに苦戦することもないかなと思います。はい、これで一応分割しましょうか。はい、いい火力ですね、めちゃくちゃ強いので、組める方はぜひ花木山本やってみてください。ご視聴ありがとうございました。